本日はインスタ360アプリを使ったリフレーム編集についてさらに深掘りをしていきます。3リフレーム A から B までの使用者の皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。本日は前回からの引き続きとなりますアプリ解説編パート3です。前回は主にインスタ360アプリのアルバム項目から行う360度動画のリフレーム編集の基本というかリフレーム編集のコツについて解説をさせていただきました。コツさえ掴んでしまえばリフレーム編集は意外と簡単だったと思います。そこで今回のパート3ではリフレーム編集の基本からさらなるレベルアップをするためにアルバム項目から行うことができる編集や調整について深掘りをしていきたいと思います。この動画をご覧いただければリフレーム編集なんて簡単と思っていただけるようになると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは本題に入る前にリフレーム編集について前回の復習をしていきたいと思います。前回インスタ360アプリを使った編集のパート2では360度動画のリフレーム編集の基本としてキーフレームの打ち方のコツと役割について解説をさせていただきました。1、映像バーを動かして動画を進める。2、好きなキーフレームを選択する。3、キーフレームを打ちキーポイントが選択したフレームの中心になっていることを確認する。この3つの作業の繰り返しがリフレーム編集の基本となることはご理解いただけたと思います。ここからはこの基本をもとにキーフレームの変更や動きの調整方法、アプリから行える様々な調整について解説をしていきます。まずはキーフレームの変更方法とリフレームの動画の動きの調整方法について解説をしていきます。例えばこの動画では正面を向いた状態から画面左の海側に向かってリフレーミングされています。これを海とは反対側にリフレームしたい場合は一旦このキーフレームにポイントを合わせてキーフレームが×になった状態でこちらをタップします。すると先ほどまであったキーフレームが削除され再びプラスマークに戻りますので、この状態のまま海とは反対方向にフレームを移動してキーフレームを打ちます。このような操作によってフレーミングの変更が行えます。またお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、もう一つの方法としてはこちらの前回の動画でも解説しましたキーフレームを更新を使う方法です。それではこのフレームを海側に戻したいと思います。このようにフレームを変更したいキーフレームに合わせます。現在キーポイントはこのフレームの中心に位置しています。今度はキーフレームは削除せずこの状態のまま海側にフレームを移動させます。前回も解説しましたが、実はこの状態ではリフレームは完了していません。移動を完了するにはこのキーフレームを更新をタップしてキーポイントをフレームの中心に移動させなければなりません。それではキーフレームを更新をタップしてみます。するとキーポイントがフレームの中心に移動してきました。これでリフレームの変更が完了しました。以上の2つがフレームの変更方法です。次に動きの調整について解説をしていきます。リフレーム動画はフレームの移動を繰り返す動画です。10秒間の動画でスタートは左のフレームを選択して10秒後には右のフレームを選択した場合、フレームの動きはどのようになると思いますか？
実際にリフレーム動画を作って再生してみましょう。まずはスタートのところで左側を向いた状態でキーフレームを打ちます。次に映像バーを10秒進めて10秒のところに右側を向いたキーフレームを打ちます。この動画を再生してみます。ご覧いただいていますように、映像は左のフレームからスタートして10秒間かけて移動しながら最後は右のフレームでゴールをしています。これも覚えていただきたい基本で、意外と忘れがちなものですが、リフレーム動画はキーフレームから次のキーフレームまで直線的に動いて移動していくということです。このことを理解すると、リフレーム動画の次の動きが想像でき、リフレーム編集を行う際に非常に役に立ちます。例えば先ほどの10秒動画はそのままの状態では10秒かけて左から右に視線を移動させるような動画となっていました。もしこの動画のフレームを9秒まで左の海側に向けておいて、その後すぐに右に視線を向けるような動画を作りたいとしたら、どのように編集するでしょうか。実はパソコンで編集するインスタ360スタジオにはキーフレームから次のキーフレームまでの移動速度や動きを調整するトランジションという機能があるのですが、残念ながらインスタ360アプリにはそのような機能はありません。しかし完璧ではありませんが、トランジション機能がないインスタ360アプリでも移動速度の調整は可能です。その方法は非常に簡単で、スタートとゴールの間にもう一つキーフレームを打ってあげることで同じような効果をつけることが可能です。実際にやってみます。先ほどのお話しした編集はスタートから9秒までは左を、その後に右に視線を移動させる動画を作りたいということでした。やり方は非常に簡単です。動画の9秒後のところにスタート地点と同じように左にフレーミングしたキーフレームをこのように打つだけです。映像を再生してみましょう。いかがでしょうか。9秒のところまでは左にフレームが向いていて、10秒少し手前で右にフレームが移動する動画が作成できました。リフレーム編集を行う際に、フレームから次のフレームに移動する際の動きを理解しておけば、さらに自分の思ったフレーミングができる動画を作成することが可能です。図解にするとこんな感じです。 A というキーフレームから10秒後に B というキーフレームを打ち、その動画を再生すると A から10秒かけて B まで移動する映像となります。ですが A と B の間に A' というキーフレームを打つことで、A から B までの間の移動スピードや動きの調整が行えるわけです。これらのことを理解していただいた上で、さらにキーフレームについて解説をしていきます。キーフレームを打つと映像バーのポイントが×に変わり、このような表示が現れます。上の段はフレームの画角調整、下の段はその他の項目となっています。まずは上の段から見ていきます。左から小惑星、超広角、広角、リニア、強角と5つの画角とカスタムという数値が表示されています。小惑星をタップするとこのような画角となり、これをスワイプすることでリトルプラネットやミラーボール
といったような360度映像独特の表現を設定できます。小惑星を設定する上で注意していただきたいことが一つあります。例えばここにキーフレームを打って小惑星を選択します。この時点ではフレームの中央に黄色いポイントが打たれていますが、このように映像をスワイプして小惑星を作ると、先ほど中心にあったキーポイントが中央から外れてしまっています。前回の解説動画でも触れましたが、このままの状態ではアプリはこのフレームを認識してくれませんので、ここで必ずキーフレームを更新をタップしてください。そうすることでポイントが中心に配置され、再生するとご覧のようなリトルプラネット映像がリフレームされています。次の超広角は一番広い画角で、広角は2番目に広い画角、リニアは画角というよりも360度動画の外側に行くほど映像が歪むというデメリットをできるだけ抑えた映像が設定できます。次の強角は一番狭い画角となります。最後のカスタムは、ここでピンチ操作を行うことで被写体の大きさ、いわゆるズームを数値化したものとなっています。続いては下段に移って、一番左の FOV は視野を意味しています。つまり画角です。こちらは通常黄色になっていますが、一番右の回転をタップすると白に反転します。こちらの回転の項目では、画角の広さの調整は行えず、画角の水平方向の調整を行うことができます。このように画面に表示された角度調整のバーをスライドすると画面が回転します。右のこのマークをタップすれば元に戻すこともできます。次はビューファインダーです。こちらをタップするとこのような調整バーが表示されます。こちらの赤いマークを左に寄せると画角は狭くなり、右に寄せるほど広くなり、最後は小惑星となります。この赤いボタンを押している間は動画が再生され続けます。赤いボタンを左右に動かすことで画角を変える仕組みになっています。ではフレームはどう選択するのか。それは端末を動かしてフレームを選択するのです。こんな感じです。赤いボタンを離すと映像は止まり、ビューファインダーを使用した部分の映像バーは赤くなります。この編集を活かす場合は、画面右上のチェックマークを、取り消す場合は左上の×マークをタップして確定をしてください。正直私はビューファインダーでの編集が苦手です。実際のリフレーム編集では全く使ったことがありません。次はディープトラックです。こちらをタップするとドラッグして被写体を選択と表示されますので、トラッキングしたい被写体の周りをドラッグします。注意点としては、ディープトラックを選択する前にトラッキングしたい被写体をあらかじめフレームの中心にフレーミングしておいてください。例えばこちらをトラッキングした場合に、フレームから外れた状態でディープトラックを選択してしまうとスワイプが効かなくなってしまうため、先ほどの被写体を選択することができません。まずはトラッキングしたい被写体を中心に表示させてディープトラックをタップします。ドラッグを行い、追跡を開始をタップしてください。トラッキングは被写体の動きが速い、被写体が小さい、被写体が何かで覆われるなどの状態になると、途中でトラッキングが終了してしまったり、そもそも機能しなかったりします。また次のキーフレームがあると
その部分でもトラッキングは自動で終了します。逆にそのようなことがなければ追跡終了をタップするまでは自動でトラッキングをし続けます。また設定の項目で追跡するターゲットを特定を設定しておくと動画上にこのようなマークが表示されます。このマークは AI が人を検出して自動でマークをつけます。このマークをタップするとトラッキングが自動で開始されます。建物などの検出はできませんが、これを利用することでお子様の遊んでいる様子などをトラッキングするときにはトラッキング作業の手間を一つ減らすことができるかもしれません。余談ですが、このトラッキングをうまく使うことでも先ほど行ったリフレームの動きの調整を行うこともできます。以上がインスタ360アプリで行えるリフレーム編集に関する項目と編集方法の解説となります。はい、本日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。パート1から今回のパート3で 1X2 で撮影した360度動画のリフレーム編集については私の拙い解説ではありましたが、ある程度ご理解いただけたかと思います。この動画についての感想やご質問、ご要望、ご指摘など何でも結構です。コメントでの返信や回答動画などの何かしらの形で必ずお答えをしておりますので、お気軽にコメントいただけると非常にありがたいです。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録もお願いいたします。次回はアルバム項目の編集で行えるトリム機能や色味の調整機能などについて解説を行い、リフレームを行った映像をさらに自分の思い通りの動画に作成していく方法について解説をしていきたいと思います。それでは失礼いたします。